したんですか？星名くんに謝罪されるようなことありましたか？それは星名くんの責任じゃありません。それに力になれなかったのは私も同じですから。そうですね、かけらとか関係なく何とかしてあげたいと私も思います。はい、何でしょうか？どういう意味でしょうか？そうですね、確かに入部の経緯はあれですが、特に苦痛に思ったりはしていませんよ。でも過剰な気遣いや、そうやって図書室のオナニーのことを忘れてくれないところは嫌いです。マジおこです。